ってやろう。太郎です。小池です。お願いします。そうだから小池さんがやらなきゃいけない。これ小池の質問箱だから、太郎の質問箱じゃないから。そうなんですか、ね、なんか小池っていう名字あんま良くないですよね、うん、なんか、K、KOIKE 小池です。ちょっと長いもんね。そうなんですよ、うん、ちょっと考えておいてください、はい、次回の宿題で、はいはい、いつもなんか考えてって なってきて全然考えてないすぐ忘れちゃうからということで、はい、今回もね、元気な、質問いただいております。はい、はい、ありがとうございます。はい、SF5 の燃料搭載量がいつも80リットルから減るしかないのですが、信じてよいのでしょうか。はい、という、SF は燃料タンクが80リットルってことですか。いや違います。あ、違います、はい、燃料搭載量は給油ありの時から、まあ、あのそのガスバッグっていうんですけど、燃料が搭載するスペースがあるんですけど、うん、はあのモノコックが SF19 から変わってないんで、うん、あの燃料自体はあのより搭載できる状況なんです。今レース距離が、うん、あの給油ありの2019年とかのレースから短くなってるので、あの満タン入れてないっていう、あの燃料搭載量は F1 とも多分一緒だと思うんですけど、はい、あの規定はないんで、あの規定はない、あの走り切れる燃料を、うん、あの入れれば大丈夫です、はい、あの最後何リッター残さなきゃいけないっていう、まあ、レギュレーションがあるんですけど、うん、それは F1 も一緒だと思うんですけど、うん、あのそのサンプルの燃料を取らなきゃいけないっていうのがあるんで、はい、その燃料さえ確保できれば、まあ、燃費が良ければ少なくできますし、あの燃料ガンガン使うんだったらいっぱい入れなきゃいけないところですけど、うん、現状はその燃費の差っていうのはあんまないと思うんで、まあ、ほぼほぼ全チームが似たような燃料を搭載してるのかな。ちょっとトヨタとかホンダとかの差があるのか分からないですけど、あれ SF って純粋あターボがついてるだけ、電気はついてないんだっけ、はい、電気はついてないです、ね、電気はついてない、はい、じゃあその F1 がよくやってるなんだっけ、な リフト&電気関係ない、あ、はい、あ電気関係ないんだ。じゃあ改正、SF でもやるってこと、SF でもやるってこと、リフト&コースとすれば、うん、あの燃費は稼げるんですよ、うん、要はアクセル踏んでないから燃料食いてないっていう時間を作るってやつなんですけど、ただそれをやる前提で燃料を絞るっていうのはあんまやってないと思いますね、うん、基本的には普通に走れる燃料を、うん、あの搭載するっていうのがあの基本パターンだと思うんで、うん、まあ、その中でそのドライバーによって燃費がやっぱ違ったりとか、まあ、そのホンダとトヨタのエンジンの差はちょっと分かんないですけど、うん、そこでまあその若干の差あると思うんですけど、うん、まあ、いずれにしても SF5 のって80リッターからいつも始まるんですか、ちょっと僕知らなかったんですけど、1号本線も最初80で、はい、それから毎週減っていくってしかないんで、はい、あの最初の量は適当で、うん、あのそこから減っていく量はその実際 その、ね、燃料を使ってるデータになってると思うんで、あ、じゃあ減った量としては正確だと思われると思われる、うん、はい、テレメトリー機械だから使った量は分かるけど、はい、元積んでるのか何かが分からない、はい、分からないですよね、そこは申告しないんで、はい、だから全車80リッターになってると、うん、と思います。でもそれ説明しといてくれないと困るよね。そうですね、80リッターは走ってるわけないと、うん、はい、まあ、ヨネリンさんみたいに、すごいあの詳細 な、うん、なんか疑問を持たれる方も少ないと思うんですけど、うん、まあ、でもその、ね、最初に興味を持って太郎さんみたいにふわっと見てる人が、はい、こうより楽しんでいくと、やっぱりそういう、 こうデータっていうところに行き着いて、はい、いろんなものをこう自分で、ね、はい、精査して自分でこうグラフとか書いて、うん、週末分析してって、うんうん、そういう楽しみ方を、はい、したい人、覚えたい人に対して、はい、せっかくのこのテレメトリーって歌っているこの SF5 が間違った情報を、うんうん、まあそうですね、うん、まあ、そこはごめんなさい、ここは間違ってるんですって言ってくれれば調整できますけど、そうですね、ちょっと自分はあんまり気にしたことがなかったんで、うん、あれなんですけど、なんかそういう説明はないですか、うん、ありますか、いや聞いたことないな、うん、まあその情報で言うと、例えばタイヤの温度とかも、うん、SF の場合は共通のタイヤセンサーを使ってるわけではないので、うん、その温度はそのセンサーのものによっても、うん、あの何の温度を出してるのかっていうのも、まあ、温度の出方っていうのはやっぱ変わると思いますし、はい、どこ測ったのかとか、はい、表面なのか中なのか、うん、あの温度を見る限りだと表面温度じゃないですよね。表面ではないですね。表面っていうのはあの一周の間ですごいあの増減するので、はい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 、基本、上がったり下がったりするんですね、うん、やっぱホイールスピンさせたらグワーッと上がりますし、うん、ストレート走ってると下がってくるっていうのがあるんですけど、うん、あの温度って基本下がんないと思うんで、上がる一方だと思うんで、うん、
上がってそうそうじわじわ上がってステイするみたいな温度だと思うんで、基本的には内部の温度になっていると思います。ちょっと自分もどの温度を出してるとかっていうのはがどういうふうに誰が決めてるのかっていうのはあんまりちょっと把握してないんで、ちょっとわからない部分なんですけど、逆に言うとエンジニアさん無線とか OTS はよく SFO でチェックしてるっていう、はい、じゃあタイヤの温度とか燃料搭載量みたいなところは大して見てない。まあ、自分のチームに関しては2台比較も含めて見れますけど、他のチームだともう前後の差とかそういうところはまあ見れますけど、まあ、絶対値としてはあまり意味がないのかなっていう印象ですね。まあ、もちろんその例えば無限に関しても2022年は2台で違うセンサーを使ってたので15号車は急遽参戦することになったんで、そのセンサーが間に合わなかったところもあるので、ちょっと供給が追いついてない部分もあって、すぐに買えなかったんで、2台で違うセンサーを搭載してたっていう事実もありますし、今現状そうなってるチームもいるかもしれないですし、そうなるとその2台での比較っていうのもこの SF5 を見ただけだと分かりづらいところですかね。まあでもその説明はやっぱちゃんとしておかないと誤解されちゃうと思うんで、この数値がどういう、だからタイヤの温度もどこまで信じていいのかよくわからん、まあ、この前のウェットのレース、スゴーのウェットのレースだったと思うんですけど、あの時はまあフロントがすごい高くてリアが低いみたいな状況だったと思うんですけど、あれはなんか比較的わかりやすいんじゃないですかね、やっぱリア温めるのが辛いんだろうなっていう。フロントは結構こじれるけどリアはホイールスピンさせるのにも限界があるしみたいなところで、やっぱ前後のウォームアップの差が出ちゃうとかっていうくらいはまあ楽しめるかもしれないですけど、やっぱ数値を細かく追っかけるっていうのはちょっと難しいのかなっていう。あれ F1 って燃料搭載量オープンになってるの？オープンにはなってないと、F1 もあれですよね、初期の燃料は別に決まってないですよね、最大110キロ、そうです、SF も最大の燃料はそのタンクに入る容量には限界があるのは給油しちゃダメなんで、ただそこを使わなくていいようなレース距離に設定されてるっていう、形ですね。何リッター使ったら、リッターで出てきてるんだっけ、使った量って、チームは基本的に燃料はキログラムで計算します。車検に対して燃料はの重量は関係ないんですよ、はい、燃料抜いた重量で車検はするんで、そこは関係ないんですけど、パフォーマンスとして今何キロ積んでる状態っていうのがキロだったりリッターだったりしちゃうと分かりづらくなっちゃうんで、車重に合わせて全部キログラムで管理してます。へえ。いや、なんとなくなんか そんな話聞いたことあるようなないような感じだな、みたいなね、